オイエ選手アテネオリンピック400メートル自由型金メダリストで元世界記録保持者。父親はフランス人、母親はオランダ人。ロンドンオリンピック50メートル自由型金メダリストのフローラン・マナドは弟。フランス語の発音はエル・マノズでマノドの方が近い。アテネオリンピック競泳女子400メートル自由型において、 フランス女子競泳初の五輪金メダルを獲得。同800メートル自由型でも大本命と見られていたものの、後半過ぎの600メートルあたりから急激にペースダウン。最後のあと50メートルのターン付近で日本の柴田愛に交わされ銀メダル獲得に。同100メートル背泳ぎでは同メダルを獲得し、 五輪での一大会三つのメダルは1948年ロンドンオリンピック陸上競技でのミシュリーヌ・オステルメイヤー以来フランス女子では二人目である2006年5月12日フランス選手権女子400メートル自由形では世界新の4分3秒03を叩き出しアメリカのジャネット・エヴァンスが1988年ソウルオリンピックの決勝で記録した 世界記録4分3秒85という女子、競泳五輪十種種目最古の世界記録を18年ぶりに更新。同年8月6日ブダペストで行われた欧州選手権においても4分2秒13で優勝。自らの世界記録を0秒90更新した。同大会では800メートル自由形、200メートル個人メドレー、100メートルの背泳ぎでも優勝している。 2007年3月メルボルンでの世界水泳選手権では100メートル背泳ぎはナタリー・コーグリンに800メートル自由形はケイト・ジーグラーに敗れ銀メダルに終わるも400メートル自由形を大会記録でそして200メートル自由形を1分55秒52の世界記録で制し北京オリンピックの金メダル左右翼の一人とされた国内での人気も沸騰 ファッション関連企業とスポンサー契約を結び、テレビ出演、雑誌のグラビアを頻繁に飾った。2007年5月9日には、練習拠点をイタリアに移すと発表したが、ふっ両水泳連盟とのあずき、元恋人のイタリア人の競泳選手、ルカマリントの破局、彼女のものではないかと報道される、ヌード写真が流出、コーチらとの確執などのトラブルに見舞われた。 北京オリンピックでは、マナドゥは400メートル自由形に出場したが、制裁を書くレースで8位に終わった。また、自身が出場しない200メートル自由形で、フェデリカ・ペレグリニに、世界記録を塗り替えられた。100メートル背泳ぎで7位、200メートル背泳ぎで、準決勝敗退に終わりメダルの獲得はならなかった。北京オリンピック終了後、練習拠点をマルセイユにすることを発表した。 2009年はローマ世界選手権などの出場を見送り休養した。同年10月に22歳で現役引退を発表した。引退後は映画にゲスト出演などの活動を行った。2010年4月2日、恋人でフランス人競泳選手フレデリク・ブスケとの間にジョジマノンを出産。2010年10月、2011年7月以降に、 競技への復帰を目指していることを明らかにした。2012年、ロンドンオリンピックの出場権を獲得。100メートルと200メートル背泳ぎに出場したが、共に予選落ちした。2012年限りで、再び現役を引退した。ありがとうございます。